はい、どうもこんにちは。これはですね、西川先生、久しぶりに名前聞いたなと思ったんですよね。西川文子さんね。それ脳内出血なんですって。右脳ですか。で手術したみたいです。倒れてて発見されたらしいですね。自宅で倒れ発見、救急搬送で手術成功はしてるみたいですね。その女優でタレントの西川綾子50歳が17日に右脳内出血のために救急搬送されて手術を行ったことが受けたことが19日に所属事務所から発表されたと。所属事務所の発表文書によると、西川は17日9時に病院に出勤するはずだったが、10日になっても連絡が取れないことから、勤務先病院がマネージャーに連絡。正午に警察立ち会いのもと、部屋に入ったところリビングで倒れていた。その時に意識はあり、芸能関係の事務所の、ね、だって、芸能関係のマネージャーが行ったってことなんですかね。あ、そういうことなんですかね。その時に意識があり、会話もできていたという。西川によると入国後に異変を感じ倒れてしまったという。ああ、なるほどね。怖いですよね。救急搬送され、5時間に及ぶ手術を受けて手術は成功。翌日から自ら食事もし、メールを打ったり、会話もできる状態で、今や仕事や愛犬の心配をしているという。ただ病院から3週間程度の入院が必要と言われていることから、しばらくの間、多くの方にご迷惑をおかけすること、本人に代わり、お詫び申し上げるとともに、皆様におかれましては、今後とも西川綾子を温かくお見守りくださるようによろしくお願いします。などと結ばれている。聖マリアンヌ医科大学病院にいるのかと思ったっす。あ、そこは出身ってことね。96年にミス日本を受賞を、同年、医師国家試験に合格する。都内クリニックに勤務する傍らタレント活動も行い、バラエティでも人気に。2020年1月からタレント業を減らし、医師としての仕事に重点を置き活動を行っていたということですけど、まあ、確かにね、辞めちゃいましたもんね。サンジャポとかね、あの席ね、もともと飯島愛さんがねいた席だったんでね。その後なんかあそこに座ってから結構ね痩せてきたりとか、まあ、離婚したりとかね、ちょっと病弱な感じになってきたんでね、心配はしてたんですけどね。やっぱり飯島愛さんの呪いみたいなのがあそこにあったんですかね。まあでも脳出血って怖いですよね。脳の血管がね破れるってことで、脳に血がね、混じっちゃうと。くも膜下出血なんかねよくありますからね。それでね後遺症残ってる人いっぱいいますから、それ残ってなければいいんですけどね。まだわかんないじゃないですか。今のところ元気になってるって言いますけど、ね、実際にね、残る人もいるので、早期発見だったのかどうかっていうのはちょっと微妙じゃないですか。迎え行ったら倒れてたわけでしょ？そんなね、僕は簡単な、知ってる人とかで、もう、その場でね、ちょっとね、あれ、おかしいんじゃないのっていうような感じで、もう病院行って、もうすぐ、いや、これまずいよって言って、緊急手術になって、手術して後遺症なんていう人も、ちょっと知ってたりはするんで、一人暮らしでね、倒れてってって、で、来ないから行ったって、結構時間経ってんじゃないかなって、ちょっと僕思ったりするんで、ちょっとわかんないですね、こればっかりはね。心配な感じがします。ただまあ、この文面で見るからには、ニュースなんかで見るからには、大事には至らなかったって話なので、まあちょっとホッとはしますけどね。まあそんな感じです。ではでは。